乗用車の購入の上でのエルムに基づく消費選択の一例。聖地噛み込みモデルは1986年にアメリカミズーリー大学の心理学者リチャード・ペキと同志科後大学の社会神経科学者ジョン・カシオッポが提唱した説得に対する聞き手側の態度変容に関する二重過程理論に基づく人間の情報処理ルートのモデリングである。このモデリングでは 説得に対して情報を処理する上での思考ルートとして中心ルート思考と周辺ルート思考の二通りのルートを対比的に提示している。情報の聖地化が生じる可能性は提示された情報を評価する個人の動機及び能力によって決定される。聖地かみ込みモデルは人間の態度変容に関する一般的なモデルの一つである。 エルムの提唱者であるリチャード・イ・ペキとジョン・ティ・カシオッポは、もともとは、説得力のあるコミュニケーションの有効性の基礎となる、基本原理を整理、分類、理解するための枠組みとしてこの理論を提唱したと、述べている。人間の心理学的な態度と説得の関連性については、社会心理学の祖とも言えるゴードン・ウォール・ポートとエドワード・アルズワース・ロスの研究において、 その中心的なトピックとして研究対象に取り上げられた。オールポートは心理学的態度について社会心理学において最も特徴的で不可欠な概念と説明し1930年代から1970年代までの研究のほとんどを心理学的態度と説得の研究に費やした。これらの研究においては態度と行動の一貫性、態度、 行動の対応性の根底にあるプロセスなど、心理学的態度と説得に関する様々な関連問題が着手の対象となった。しかしながら、ペティとかシオッポは、受け手側の態度が変化する上での周囲の状況による影響の大きさに対し、心理学的態度と説得についての研究者が大きな問題に直面している事態を認識することとなった。 この問題に気づいたペティとカシオッポは、説得による態度変容の持続性の違いを説明する、試みとして聖地噛み込みモデルを提唱した。ペティ、リチャード・イーコ・チョポ、ジョン・ティ、コミュニケーションパーセージョン、セントラルペリフェラルルーツ2アティチュードチェンジ、ベルリン、ジャーマニー、 スプリンガー・バーラグ、P4、ISBN 978から0387963440、クルーグランスキー、アリア・ W ファン・ラング、ポール・ AM、ハンドブック・オブ・セオリーズ・オブ・ソーシャル・サイコロジー、ロンドン、イングランド、サージュ・ピアニッシモ、224-245ハット・ペティ、リチャード・イーコ・チョポ、ジョン・ティ、ソース・ファクターズ・アンド・ザ・エラボレーション・ライク・リーフット・モデル、オブ・パース・エージョン。 アドバンセズ・イン・コンシューマー・リサーチ 11668ABC ・ペティ、リチャード・イーコ・チョポ、ジョン・ T、ザ・イラボレーション・ライクリー・フット・モデル・オブ・パースエージョン。アドバンセズ・イン・エクスペリメンタル・ソーシャル・サイコロジー19124-129ドイ、10.1016 S0065 から2億6千16万214から2、ISBN9 兆7801億2015万2193、ミラー、キャサリン、コミュニケーションセオリーズ、パースペクティブズ、プロセシーズ、アンドコンテックスツ。セオリーズオブメッセージプロセッシング、ニューヨークシティ、マグロー、P129、ISBN978 から0072937947、 ハット・アル・ポート、ゴードン、アティトゥーズ、A of Social Psychology,。ハンドブック・オブ・ソーシャル・サイコロジー、七百八十九、八百四十四、アイゼン、アイス・ク・フィッシュ・バイン、マーチン、アティトゥード、ビヘイビア・リレーションズ、A。ティーレティコル・アナリスス＆レビューオブ・エンピリカル・リサーチ。サイコロジカル・ブレティン。八十四、八百八十八、九百十八、ドイ、十点一零三七。 零零三三から二千九百九点八四、五点八八八、ほつよ、ラッセル H、ザンナ、マーク P ダイレクトエクスペリエンスアンドアティチュード、ビヘイビアーコンシステンシー、十四、百六十一二百二、ドイ、十点一零一六、S 零零六五から二億六千十六万三百七十二 XISBN 九兆七千八百一億二千十五万二千百四十八、シャーマン、 スティーブ・ジェイ・ホツヨ、ラッセル・エイチ・ヘア、ポール・エム、オン・ザ・コンセクエンシーズ・オブ・プライミング、アシュミレーションコントラスト・エフェクツ。ジャーナル・オブ・エクスペリメンタル・ソーシャル・サイコロジー19、32334、ドイ、10.1016、0022から1億319万26から4、ペティ、リチャード・イーコ・チョポ、ジョン・ティ、ザ・イラボレーション・ライクリー・フット・モデル・オブ・パースエージョン。 アドバンセズ・イン12・エクスペリメンタル・ソーシャル・サイコロジー124-125ありがとうございます。